ホームキーホームキーはコンピュータ用のキーボードのキーの一つでカーソルを行の先頭に移動する用途などに使用される。ホームキーは通常はホームと刻印されておりエンドキーの反対の機能を果たす。多くのコマンドライン環境、テキストエディタワープロソフトなどではカーソルを現在の位置から行の先頭に移動する用途などに使用される。ホームキーおよびエンドキーの由来は 手動式タイプライターにおける紙をセットしているローラー部分を手動で左右に動かす操作と考えられる。ローラーを右に動かせば紙の左側に印字装置が来る。ローラーを左に動かせば紙の右側に印字装置が来る。なお、この操作では開業は行われない。初期のパーソナルコンピュータのキーボードではホームキーは存在しないものもある。初代 IBM PC では 10キーの一部で兼用されている。PC、a t 互換機用のフルキーボードの多くで、現在の位置となったのは、101キーボード以降である。現在の Windows 用の文書編集環境では、通常はカーソルが、現在の位置から、そのカーソルが位置していた、行の先頭に戻る。文書が編集できない場合には、カーソルはその文書の先頭に移動する。なお、編集中でも、 コントロールキーとの併用により文書の先頭に移動できる。ホームキーはまた編集中にシフトキーとの併用で現在のカーソル1から行の先頭までのすべての文字を選択することができる。大半の MAX のアプリケーションソフトウェアではホームキーはオリジナルのユニックスのダム端末と同じ働きをし新規ドキュメントの開始となる。Linux ではホームキーは 基本的には、Windows の場合と同じ働きをする。編集中に、波行の先頭に、カーソルが移動し、他の場合は、文書の先頭に移動する。また Windows 同様、編集中に Shift キーとの併用で、現在のカーソル致から行の先頭までの全ての文字を選択できる。PFU キーボードコレクション。ありがとうございます。